できひんくて嫌だ。教官の好きなことは寝落ちすることなのに、なんか寝落ちできひんねんな。集中しちゃうから寝落ちできなかったんで、しっかり寝る決意をしてから寝ました。そう、あのね、今じゃあ普通メイクってなんか眉毛から始める人が多いっぽいんですけど、まあ今日は最近眉毛最後にやってるから眉毛ないんですよねそう、画面通してる、フィルター通してるから余計に眉毛ないんやけど全剃りしたと思って、じゃあ、あ、こいつ 眉毛全剃りしたんやなって思ってみてください。花火ありがとう。私、あ、30万ポイントかな、あれ、ポイント達成ありがとうございます。そのみんなのおかげで美味しいうなぎかシャインマスカットがもらえるということですよね。本当に嬉しい。全剃りしたった眉毛。ちょうどさっき爆睡二度寝の寝落ちから起床したとこ。いい感じや。今日かも5時まで寝てたよ。だってもう寝るしかなくない、もうこうなったらさ寝るしかないなぁと思って寝てました。と思ったらなんかめっちゃ鼻かゆくて、ねえ八つ当たりしといた。花火ありがとう。だるまありがとう。いやー本当になんか今日はずっとブルーな気持ちだったよな。仕方ないんですけどね。どうでしたか皆さん、無事ですか。サイリウムありがとう。なんか結局今台風がどこでどうなってるかわからんすぎて、分かってないんでもうあれなんですけど、もうあれですよね、ちなみに今オイル塗ってます。いつまでも髪の毛触って何してんねんと思ったと思うけど、オイル塗ってます。あぶね。レインボースターハートありがとう。レインボースターありがとう。もう寝るしか選択肢なかったからね今日は。逆に今日みんな何してたかめっちゃ気になる。ハートありがとう。何してましたか。寝る以外の方法を見つけた人ぜひ教えてほしい。あ、でもね今日がラブイズ見てた。 TikTok でラブイズの TikTok 見てた。寝てた。だよな。仕事終わってスタバ向かってる。でででででで、ってことですか。いやもう本当にね困ったものですわな。な、プリンセスティーラー、もうみんなやっぱなんか見てたのね、ネットフリーかなんかで。今日のこと考えてた。寝てましたよ余裕で。寝る以外の方法がね、もうどう頑張っても思いつかなかった。もう本気で今日スタバ聞けたのかな。ねえ聞けたのかな。ねえ本当やばブスすぎてびっくりした今の顔やめてほしい。9点見てた。え、ねえねえ9点目変わり始まるって噂聞いたぞ。でも今日が実は9点使ったことなくて、この感じで実はね使ってそうでしょ。なんか化粧品大好きだから自分でも使ってそうって思ったんですけど、使ったことなくて、実は使ったことないんですよ。だからね毎回今回こそって思ってるけど
なんかよくわからんから使ったことない。私別に欲しいものもない。なんかデパコスはなんかデパートで買いたいし、なんかリップは自分で色味見て決めたいしみたいな。ネットで化粧品買うのが多分慣れてなくて向いてなくてから無理なんだ。でもキティちゃんのやつ欲しい。アミューズの緑色の亀のキャラクター見たらキョウちゃんもです。ねオルメルといえばみたいなところはあるよな。昨日は夜ツムツムしてた。今日がツムツム結構ね一時期めっちゃハマって一緒やってたのに、マジで一生下手くそでかわいそうだなって思います。金魚サイリウムありがとう。オルメル超可愛くない？どうですかみんな。別に強化が選んだわけではないからな。ちなみに言っとくと、推しキャラ別にいる。ダッフィーフレンズの中ではあんまなんか推しがおらんくて、前友達と普通にいた時にダッフィーフレンズなんか買いたくねってなったけど、キーホルダーとか。でも推しが定まってなくて、推し決めてから買おうみたいななったんですけど、結局なんか、あ、じゃあ実物見てからの方がいいんじゃないみたいになって、パレードショーかなんかなんかねあったら見た方がいいんじゃないってなったけど、結局見れずに11期でなんかお前はオルメルだと言われたのでオルメルになったけど、別に推しメンってわけではない。だからといって他に推しメンがいるわけでもなくて、まだ定まってないねんな。でもなんかリーナベルが、海外のリーナベルがめっちゃやんちゃしてる姿を見て、それでなんかめっちゃ好きになった。なんかあの可愛らしい感じ出しといてめっちゃやんちゃなのがなんか自分と似たり寄ったりなところをね少し感じて、なんか人事ではないような気がしましたね。他人ではないような。でもオルメルなんか結構愛くるしくて自分は気に入ってるけど、なんでオルメルってめっちゃ言われるめっちゃ聞かれる。え、なんでキョウちゃんオルメルなのって聞かれるんですけど、でも結構気に入ってはいる。だって可愛いやん。じゃなんか一人だけ違う感じが結構押せる。やっぱ自分だなって思うえ、リーナベルやキョウちゃんっぽいと思ってた。え、そうやんな。わからん、そのわからんけど、なんか黙ってたらなんか普通やのに、なんか普通に蹴ったりするやんか。バリ乱暴なところ、いや別に今日から乱暴じゃないけどな、それは知らんけど。1週間後の幕張待ちきれないね。来てくれますか？とっても嬉しいな。そうだ、みんな幕張申し込んでくれてありがとう。もう1週間後ということにね、あの驚き隠せてないんですけど、でも今日がディズニーの推しキャラはあれです、ルシファーです。シンデレラに出てくるルシファーだけど、パスカルも結構好きです。だからラプンツェルが一番好き、映画の中では。輝いている、リーナやんちゃになるか。リーナはきっといい子やで。リーナベルは中身は強化っぽい。結構なんか海外、上海かな、上海のオルメルじゃない、上海のリーナベルがオルメルのことなんかめっちゃ蹴ってて面白かった。それいいんってなったけど、おもろかった。そういうやんちゃなことが。ルシファーとキティ、え、なんかキティさんは殿堂入りみたいな感じ。リーナベルもラプンツェルも可愛くて好奇心旺盛で、キョウちゃんにぴったりだなと思った。おー、
優しい。確かに確かにラプンツェルはプリンセスなのに結構活発的やから、確かに僕なのかな。ほんまにディズニーのその考察みたいなの見るのにめっちゃハマってて、今 TikTok でめっちゃ流れてくんねんけど、6人でピューロは、ピューロ行きたいな。でも今日が今一番さ、豊島園に行きたいんよ、ハリーポッターのスタジオツアーに行きたいんですけど、マジで誰もついてきてくれる人がいなくて、しかも入場料多分6000円ぐらいやって、前調べたら、まあ、確かにハリーポッター見たことない人に6000円払わすのはさすがに申し訳ないなと思って、ちょっと悩んでます。ラブイーズ来て速攻調べた。ちょっとラブイーズは強ちゃんすぎるから見た方がいい。だからあんなラブイーズな強ちゃんを見たことがあるかどうかわかんないんですけど、ラブイーズってめっちゃ強ちゃんなんですよ。強ちゃんとゆきさんです。なんかシャーシャンは愛を返してくれるからピョンチーじゃないねん。近いので一緒に行こう。行きたい、行きたいです。眉毛全剃りしたけど行ってくれる？全剃りしてないけどな別に。そう考えてて、あ絶対シャーシャンじゃないぞそこはって絶対言われると思ったけど、いやでもシャーシャンはたくさん愛を返してくれるから違うんですよ。プーミンがね、ずるいと配信で言っていて、その時は何のことだろうと思って、どういうこと？え、リーナベルのこと？どういうこと？でもステラクーやで。そう待ち時間に人狼ゲームしてて、そのディズニーのね、でなんか名前入れるときに、え誰どうしようみたいなったときに、まあ、リーナベルはそのままリーナベルで、でクッキーアンズで、でシェリーメイどうしたっけな、サックーメイとかにした気がした。眉毛薄く見えて眉毛描いてないんですよね今。平日公演あんま行けなくなりそう。えそれは悲しい。なんかチーム公演平日あんまないもんな。で今日かキョピ見るのって気がする。でなんだっけあれ、ジェラトーニか、ジェラトーネかな、なんかにした気がする。めいた、ステラクーめっちゃよくない？我ながらよく考えたなと。スモッピの X、 え見たことない。TikTok しか見たことない。ごめんミーハーすぎた。かゆいって、ほんまにさかわいすぎん。ラブイーズキョピメルって言われたら急にオルメルもっと愛おしさ湧く。えやろ、違うオルメル今日かも最初、えオルメルですかみたいななったけど、もうずっと自分オルメルと思って、オルメルはキョウちゃんなんだと思って見てたら、もう愛おしさが爆発しました。かわいすぎる、かわいすぎるでしょあの子。そうラブイズかわいいんだマジで。キョウカだから、スモッピがキョウカやと思って見てほしい。まだ帰りたくないよ、キョウカちゃんすぎる。めいた、寂しいよ、寂しくないでちょ。スモッピはラブイズっていうなんかアニメみたいなキャラクター、キャラクターです。マジでね、キョウちゃんすぎる。あキョウちゃんって普段こんなんなんやって思って見てほしい。大変だなってこれ大変だな相手するのって見てみてください。マジであれ
かもなんかすぐくっつくやん、なんかギューみたいな、折れすぎる、さすがに折れすぎるって思った。ぴょちゃん昨日一昨日くらいにハマった。じゃああの存在は知っててんけど、そのたまたままだ帰りたくないよが出てきて、これ折れすぎないかと思ってなんかハマっちゃった。あれね、僕すぎるんだ。見てみてください、誰に対するきょうちゃんなのか。となんかあの2人セットで、あ、きょうかっぽいって感じ。めっちゃあしらわれんねんで寂しくないでちょって言われるんで、いや折れすぎるなーと思って、想像つきすぎる、悔しいな。まだ帰りたくないよって、帰るよって言われるんですよ。ちょっぴりメンヘラ、え、嘘だろ嘘だろ、ほんまに可愛い。ラブイズハマりすぎてちょっと欲しいもん、グッズどこにあるか分からんけど、ガチャ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 、うん、ガチャガチャがあるらしくてやりたいなと思ってます。ハリーポッターのガチャガチャ、この間ガチャガチャ専門店みたいな全部探してんけど、シャンシャンに対するキョウちゃんでもあるんですけど、そのそれだとあのキョウちゃんは誰に対しても絶対にスモッピだけど、シャンシャンはピョンチーじゃないんですよ。シャンシャンはあのまだ帰りたくないよって言ったらそうだねって言ってくれるし、あの大好きって言ったら大好きって返してくれるんですよね。だからピョンチーではない、何かピョンチーではないんですよ、とりあえず。ただユキさんがピョンチー、確実に見てほしい、見てほしい。そうシャンシャンは愛を返してくれるからそう愛を返してくれるからピョンチーじゃない。ピョンチーはもっと寂しくないでしょって、うん、適当にあしらってくるんですよ。僕のスキピ、マジできょうちゃんすぎた。まだ帰りたくないよ、ほんまにそのまんまやからね、見てみてほしいです。そのまんまきょんちぃだよ。あ、きょんちぃじゃないのか、スモッピだから、キョッピーやん、そんなスモッピってキョッピーやん。ピョンチ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 、でも残念ながらピョンチじゃないんだよな。今日がもうキョンチになりたい。キョンちゃん選抜見たかった。え、今日のですか？本気でそれはそう本気でそれはそう、一日中さこれできんかったかなって一生、なんかやっぱり開催できますみたいなことにならないかなって一生考えてたんですけど、まあ一回中止って発表されてますからね、まあそんなことになるわけないんです。でも最後まで諦めなかったふふ、今もう一度強く願う時が来ましたみたいな。また見れるの楽しみにしてるね、楽しみにしてください。なんかまたこのメンバーで何かできたらいいなって思うんですけど、本当にそんなの自分次第じゃないか。諦めたくなさすぎて笹島見に行こうと思った。いやそうなるよな、マジでわかる。初めてのことでみんなも楽しみにしててくれてたと思うからね、本当に悲しいというか悔しいですよね。悔しすぎるよな。待っててくださいよ、初めてだったから。
そう、また同じメンバー、このメンバーということに結構強化はなんかよくね意味を感じていた。本当に大好きな人ばっかりで、リハーサルから楽しくて楽しくて、もう一回リハしたいもん。そうなんですよね。そう、おしりんさんと一緒に出たい。おしりんさん、いっちょがいい、いっちょがいいよ。そう、メンバー最高だねってめっちゃみんなに言ってもらいました。あの、強化が選んだのってたくさん聞かれたんですけど、僕にそんな権力ありません。このメンバーでさ、またやりたいですよね。本当に自分がそんな入れるかどうかなんて、まあ自分次第か、頑張るしかねえってことでした。でした。シャーシャンとペアのところがあって、笑い合って、またおしりんさんとペアになって笑い合ってという、いろいろなことがあって本気で楽しかったんですよね、リハが。はあ、あ、結婚して、ちょっとさすがに無理だな。さすがに無理。さすがに無理らしい。さすがに無理。今日はさすがに無理よ。悲しいしね。これ以外の理由が思い浮かばんかった。さすがに無理です。さすがにね、さすがに今日は無理でしょ。ショックなんだから、ショックでかー言ってるところですからね。そこをなんとかというところですけど、きょうちゃんのことをじゃあスモッピくらい、あの、追いかけてくれるならね、話は変わってくるけど、強化マジで一生スモッピすぎるから、誰か強化をピョンチーにさせて、寂しくないでちょって言わせてほしい。トゥ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 、夜空に輝く髪の毛きれいじゃん、なんか髪の毛ツヤツヤしててきれいじゃん。うわ、めっちゃきれい、いいね。なんですけど、スキグマしてきます。スキグマ、スキグマってことですか。スキグマ、きょうちゃんスキグマ。え、初めて聞く言葉。スキグマしてください。スキグマ、スキグマ、鼻かゆいね、今日。今日、はあ、今日だってスキピに会えたのに悲しい。はあ、今日はスキピに会えて、スキピと一緒にステージに立てるっていう最高なシチュエーションだったのにな。あ、スキが増してきます。あ、そういうことか。スキグマ困ってた。キョウちゃんを困らせないでください。今から会いに行きたいくらい、今から会いに行きたいくらい好きグマです。早く早くピョンチーに会いたいよ。早く今度見せよう。
キピは誰とかね、感じ取ってもらわなきゃね、やっぱり。いや、ほんまにニヤニヤしてただろうな、キョウちゃん。はぁ、会いたかったな。いや、もう終わったから仕方ないよ。で、ずっと思ってるの、やばくない？これ、一日中、やばいよな。なんかもうずっと、はぁ、悲しいな、やりたかったな。まあでもそれは仕方ないことだよな。そうだそうだって言って、また、はぁ、会いたかったな。いや、これはもう仕方ないことだからな。そうだそうだ。はぁ、でもやっぱりやりたかったな。はぁ、あの曲やりたかったな。はぁ、でも仕方ないよな。そうだそうだって、ずっとやってた。マジで怖い、自分怖い。会えない分好きをためられる。まあ確かに。まあ確かに。でもね、最近3日連続会えてたから、1日たりとも会えない日々が辛い。会いたいよ。1日中それだった。そうなるよな。ああ、見たかったな。あ、まあでも仕方ないよな、みたいな。一応繰り返してた。ちなみにまだやってます、それ。ハートありがとう。なんかさ、ちょっと本当に悔しいことに、いやもうこれしかないって思っちゃうからさ、余計悲しいけど、まあこれからなんぼでもそんな機会は自分で作ります。あ、結婚式できた、よかった。それはおめでとう、友達。よかったよかったよかった。今日かなんて一日中寝てたのにさ、もう本当に、だってもしかしたらステージに立ってキラキラアイドルしてたのにさ、それが一転して一日中寝るって半端なくね。それって半端なくね。いっぱい寝れて偉い、優しい。お昼に起きてご飯食べて夕方に起きた、うわー。まあでも今日は仕方ないよね。ヒップホップの歌手の人いた、すごっ。え、すごくね、それ。ってことで、もうみんなそろそろ終わりたいと思います。みんなまたね。寝る子は育つっていう。まだ身長伸びるかな。今日160センチ欲しい。なんかね、だって自分小さすぎるから。僕小さすぎるよ。162、3センチが結婚してんの。さすがに今日は無理なんですよ。よく考えて、さすがによ、今日はさすがにみたいなところない？さすがに今日はみたいなところないですか？長い、断る理由長い。ちょっとさすがに今日はみたいなところがあるから、さすがに今日はできひんと思う。さすがに明日ならいけるかもしれへんな、わからんけどね。そう、みやびちゃんとさつきっちに抜かれてる可能性があって、なんか並んだ時にあれ身長変わらんくね、なんかそういう時になんか可愛いねってやりながら、あれ自分の方がちっちゃいみたいな。こっちゃんとかさ、よく、あ、今日も可愛いねってやるけど、あれ自分の方がちっちゃくないってちょっと情けなくなるから、そういう時に身長欲しいなって思うんですけど、ゆきさんに牛した時に、まあちょうどいい身長差だから、いっか、そやーって感じでした。明日プロポーズする、頑張ってみんな。明日ならまあ分からん、それはもう今日かの気持ち次第。さすがに今日は無理みたいなところがありました。さすがに明日も無理な可能性もあるんですけど、まあさすがに今日は無理でした。さようなら。ハートありがとう。オールオッケー、そういうことです。じゃあみんな読めましょう、もう。みんなじゃあ気をつけてください。はーい、本当に今日はお疲れ様でした。この悲しさ悔しさをバネにしてビヨーン。13位高弘、12位猫鍋、11位
リニア10位ウジ9位ワッチ8位マキアート7位ズッキー6位ハル5位ミッキー4位シュン3位モモ2位吉宗1位 M でした。ありがとうございました。眉毛全剃りなんですけど、あの見てくれてありがとうございました。バイバイみんな、バイバイみんな、バイバイ、眉毛全剃りでごめんねバイバイ。スクショタイム、今日は眉毛全剃りだから無理です。さようなら、バイバイ。